乙女妖怪ザクロドラマ CD サキともどもと。どうぞ。あやめき少々入ります。待っていたよ。は、本日はお時間をいただき誠にありがとうございます。中将閣下。構わん、私も耳にするご子息の活躍を君に伝えようと思っていたところだ。用心省設立からもうだいぶ日も経つが、よく任務をこなしているようだ。は、推薦した甲斐があったというものです。全くもってその通り。それにしても実際に用心省を視察すればよいもの。いえ、不必要に訪問し余計な助言を与えるわけには参りますまい。愚息とはいえ、やつももう立派な軍人なのでありますから。なかなか厳しい。獅子は我が子を先人の谷に突き落とすと申しましょう。確かに。というわけでして、今回は愚息がいかようにして用心退治をしているのか、資料を拝見したく。よかろう。これが用心省の報告書だ。目を通すといい。はっ、ありがとうございます。時は木枯らしの吹く冬の走路。乙女妖怪ザクロドラマ CD ご購入誠に誠にありがとうございます。私豆蔵がご案内させていただきます。さて、用心省設立から季節は巡り、ちぐはぐコンビだった汎用将尉の各チームは様々な困難を時にはすれ違い、時には手と手を取り合いながらって、あー青春やあんうん漂う帝都を絢爛豪華な花々の咲き乱れる町にするため尽力したのでございます。こちら話せば長くなりますので、詳しくは DVD をご覧いただければ、我々用心省メンバー共閲至極に存じます。さてさて、今回のお話は、勝ち取った平和な日々を皆が堪能している用心省が舞台。汎用将尉たちは大戦を終え心穏やかに過ごしておりました。ここから語るは、そんな日々の中で起こった男と女のバラ色の一幕。任務とはまた違った時を共にする二人は、心の距離を一歩また一歩と近づかせておりました。ロマンやな、お約束やな、ご越どうしようやなってやれ意味ちゃうっけ。まあええわ。てなわけで、お耳ザクザクもんのお話、始まり始まり。寒い寒い、こんな時に庭の掃き掃除なんてするもんじゃないね。もう言うんじゃないよ、三つマス。私だってさっきから丸まりたいのを我慢してるんだからさ。そうだよ。それにここを掃除しないと倉庫の中身が出せないんだ。分かってるよ。ああ、毎年暮れの行事とはいえ応えるね。もうちょっと暖かい方法で大掃除ができないもんか。ザクロと代わってもらったらどうだ。あっちは窓拭き、ちょっとは室内だよ。嫌だね。縁側で水仕事なんてやったらこっちもそりゃそうだ。ったく、あの3人聞こえてるのよ。余計寒くなること言わないでほしいわ。寒ザクロ君。な、何を、どうしたの。部屋の片付けが終わったから他を手伝おうと思って。それならあとは任せてくれていいわよ。私たちだけで十分。けどまだかかるだろ。手伝うよ。自分たちだけ何もしてないっていうのは落ち着かないというか。なるほどね。たく、お人よしなんだから。え、なんでも、軍人さんは軍人さんらしくドカって座ってたろ。そういうわけにはいかないよ。冗談。じゃあ窓拭き一緒にやってもらっていい？あ、雑巾は、はい、これ使って。ありがとう。
めん。ううん、ちょっと触っただけだし。あらあら、手と手が触れ合っただけで。まあ、初々しい。ポンボリュー、ホウスケ、見てたの？ごめんなさい。ちょっと見てほしいものがあったんですが、なんだかお二人ともいい雰囲気で話しかけづらくて。ね、何言ってるのよ。お二人とも自分たちだけの世界に入ってましたわ。ねえ、そんなこと。何か用なのかな。お掃除の休憩中にこれを作りましたの。見てくださいまし。星型の千代紙。今日12月24日はバテレンではクリスマスイブっていう特別な日なんですって。またバテレン。とっても素敵な日なんですのよ。星の飾りを笹の木のてっぺんに飾って、いつもお世話になっている大切な人に贈り物をする日なんですって。あれ、そうだっけ。確か僕が聞いたことあるクリスマスはちょっと違ったような。それで二人ともそのクリスマスイブですわ。あ、そう、そのクリスマスイブをやろうとしているわけね。ええ、巌流様に贈り物をするんですの。一年に一度の贈り物ですから、特別なものにしたいですわ。大掃除が終わったらお買い物に行きますの。ほら、この間デパートメントストアっていう新しいお店ができましたでしょ。あそこならきっといいものが見つかると思いまして。ああ、あのバテレンかぶれのお店。ええ、とっても大きいお店ですわ。品揃えも豊富だって聞きましたし。楽しみですわね。ねえ、巌流様に内緒でこっそり行きましょう。そうしましょう、そうしましょう。何がいいかしら。巌流様と。たく、幸せそうにしちゃって。うん。いつもお世話になっている大切な人に贈り物をする日か。そうだ。僕もザクロ君に何か贈ろうかな。だいぶお世話になっているし。贈り物か。え、何か言った。え、なんでもない、なんでもない。うん。ここがデパートメントストアか。本当に広いな。しかしザクロ君に何を送ったらいいんだろう。とりあえず見て回るか。うわ、見事にご婦人しかいない。ああ、そうか。ここら辺一体ご婦人のものしか置いてないのか。それならそれでちょうどいい。これはバテレンもののブローチか。けどバテレンものはやめた方がいいよな。夜会のドレスだって似合っていたのに、バテレンに被れるって言っていたし。ん？あれ？今何か。気のせいかな。あ、これなんて可愛いな。あー、でもザクロ君確か手鏡は串松さんからもらったっていう立派なものを持ってたような。じゃあこっちの小箱は。あ、これも西洋のものか。結構バテレものが多いんだな。他には。気のせいか。さっきから誰かに見られているような。ぼんぼりくんとほおずきくんが来てるとか。でもそれなら声をかけてきそうだし。やっぱり視線を感じる。でもそれらしい人はいない。本当に何なんだこの体に突き刺さるような視線は。もしかして誰かに狙われてる。まさか怪力反対派の要人とか。そうだ、要人なら姿を隠せるよな。物事を悪い方に考えてしまうのは僕の悪い癖だな。まさかね。さて、早く贈り物を探さないと今日中に渡せなくなってしまうぞ。ますます視線を感じる。まるでそう、
人を呪い殺せそうなほど驚々しい念がこもっているような。やっぱり妖人か、妖人なのか。考えてても仕方ない、確かめてみよう。でも妖人だった場合、僕一人で対処できるか、できないよな。でも、えい、ママよ。行くぞ。三つ数えたら一気に棚の向こうまで走る。三、二、いや、待て、深呼吸。よし。せーの、三、二、一。大丈夫？ごめん、僕が棚にぶつかったせいで。え？タンコブとかできてない。ちょっと見せて。あ、近い。顔が近いわよ。え、ああ、ごめん。あんた、私に気づいてたんじゃないの？え？え？あの視線、もしかしてザクロ君だったの？気づいてなかったの？あんな恐ろしい視線、てっきり悪い妖人に狙われているのかと。なんでって？ごめんなさい。ったく。あ、でもよかった、ザクロ君で。君も買い物に来てたの？まあね。あんたこそ何か探してたみたいだけど。うん、クリスマスイブの贈り物を。ああ、そう。なんでそんな怖い顔で睨んでくるの？別に。何よ、ニコニコしちゃってさ。え？あんたずっとバテレンの女物見て上機嫌だったじゃない。そんな嬉しそうに贈り物を選んで誰にあげるつもりだったの？え？誰って、君にだけど。え？日頃の感謝を込めてザクロ君に贈り物ができたらなって思って。そうだったの？うん。あんなに嬉しそうにして。え？あ、うん。ありがとう。でもまだ買えてないんだ。せっかくここで会えたんだし、欲しいものを教えてくれる？別にいいけど。ああ、君の買い物が終わった後でいいから。今すぐでいいわ。いいよ、気を使ってくれなくても。いいの。その代わり。その代わり？あんたも欲しいものを教えなさいよ。私もあげるから。何を？何をって、私もあんたへの贈り物を買いに来たの。え？僕の？だからあんたの好みを知りたくて買い物してるのつけてたのよ。変な勘違いしちゃったけど。勘違い？なんでもない。ああ、そう。でもそっか、それが理由だったんだ。ごめん。別に謝ることじゃないよ。ありがとう。うん、僕のためになんて、むしろこっちがお礼を言わなきゃ。ありがとう。でも結局どんなものが好きかは分からなかった。ああ、ご婦人ものばかり見てたから。自分で選んでも気に入ってもらえるかわからないし、だからあんたの欲しいものを教えてよ。うん、ザクロ君が選んでくれたものならどんなものでも嬉しいよ。あんたはいつもそう。何かおかしなこと言った？もう、とっとと落とした商品を棚に戻しなさいよ。ああ、はい。外は寒いわね。あ、見て、ザクロ君。ん？雪だ。あ、本当だ。通りで寒いはずよね。大丈夫？大丈夫よ。私もこれがあるし。そっか。けど、ザクロ君も本当にそれでよかったの？いいのよ。私もちょうど新しい襟巻き欲しかったし。僕とお揃いだけど。だから、いいんだってば。嬉しい？まあね。それならよかった。まあ、今は手袋も買えばよかったって思ってたりするけどね。ああ、手が冷えるもんね。そういうことなら。はい。片方だけだけど、手を繋いで帰ればあったかいよ。はい。そんな恥ずかしいことお笑いで。それに、
用心と手なんか繋いでたら、あんたも変な目で見られるわよ。いいから、いいから。お手をどうぞ。ヘタレ王子。え？ひどいな。褒めてるのよ。褒められてる気が全然しないんだけどな。あったかい。ん？寒くないって言ったの。あんたの手のおかげで。そっか。寒くないから。ちょっと遠回りして帰っても大丈夫なんだけど。うん。それじゃあ、ちょっと散歩しながら帰ろうか。準備万端か、さくらきり。あん、ワンちゃんワンちゃん。しかしバテレの記念日っちゅうのはおもろいな。旅を枕元に置いといたら眠っとる間に贈り物が入ってる日があるなんて。今日はクリスマルって言うんだよ。マメ、サンタさんって人が子供に贈り物入れてくれるんだって。ほおずきとぼんぼりが言ってた。大人はもらえないから贈り物交換する日なんだって。ああ、どっちにしろめでたい日やな。めでちゃい。よし、じゃあ旅も用意したことやし、はよ寝るって。サンタさん待ってちゃダメなの？僕サンタさんに会いたい。それはあかん。あかんの？なんで？サンタさんの姿はな、決して見てはあかんねや。正体を見られたサンタさんはな、月へ帰らなあかんらしいわ。帰っちゃやだ。私早く寝るよ。僕も。そうそう、エコやね。早寝て。で、早っ。なあ、ワイも寝る。ほら、私の言った通りだろう、クシマツ。タビが枕元に置いてある。本当ですね、天領主様。では予定通りこの贈り物だ。あ、でも天領主様、どうかしたかい？もしサンタとやらが来たら贈り物が2つになってしまい、この子たちが混乱するのでは。でも本当に来るかわからないだろう。何しろバテレンの文化だ。それならゼロより2の方がこの子たちも喜ぶだろう。それもそうですね。それじゃあ起こさないようにそっと、まずは豆蔵の旅に。わかりました、そっと。一口煮たかさあぎばき、お味さま。寝言ですか？の、ようだね。早く入れてしまいましょう、あまりおじさま。しかし、旅に物を入れるというのは一苦労だね。鼻でやってもなかなか入らない。もう少し小さなものにすればよかったでしょうか。しかし、せっかく持ってきたしね。仕方がありません。入れるというより旅で挟む形にいたしましょう。そうだね。これでよし。じゃあ次はさくらとっきりだね。今度は私が入れましょう。頼んだよ。それではそーっと。そーっと。おいなりさん、おまんじゅうくらいさいな。お茶をあげます。おいちょくちょく。あっ、ダメ。ビスケッチャも羽つきもたっこ揚げもなんで、いっぺんは無理。また寝言ですね。早く置いてしまおう。わかりました。はいはい、終わりました。さすがだね、クシマツ。そうでしょうか。まあ、とにかくこれでしまいだ。退散するとしよう。はい。きっと起きたら大喜びだね。
明日は私たちが用意したと気づかれないようにしなくては。にやけないでくださいね、アマリオジュ様。大丈夫だよ。多分。マーメー、マーメー、マーメー、起きて早く。なにゃ、もうちょっと眠らせてくれ。贈り物あるよ。サンタさん来てくれたよ。なに、見て見て、絵本もやった。僕は言葉のお勉強できる本。おお、ほんまや。本当に贈り物もらえるんやな。でも私のはね、ちょっと不思議なの。お、不思議？絵本は絵本でも絵がとっても不思議。どんな風に不思議なんや？建物が不思議で、お洋服も不思議なの。あれ？これザクロたちがお出かけしてた時に着てたのに似てる。お、どれどれ？おお、ほんまや。もしかしてこれバテレンの絵本ちゃうか？そうなの？ワイの目に悔いはないわ。きっとバテレンもんや。やっぱサンタさんやからバテレンもんは得意なんやで。そうか。でもキリエの贈り物はワイらの国のもんやから、サンタさんはいろんな国の人の贈り物を知っとる歩く書物のような人なんやな、きっと。サンタさんすごい。すごい。マメは、マメは何もらったの？そうやった。ワイの枕元にも、あー、あったで。何くれたんやろって、ん？取ったの、マメ？ポカンってしてる。これは…ゾウの置物とキツネの置物？ほんとだ。なんでよ。なんでだろうね。おい、不思議なお人やわ、サンタさん。どこかだろう。あ、このちっちゃい棚の上。どこに飾っても。いや、いいことをしたね。そうですわね。おや、ススキホタル、今日は縁起のいい日かい？え？顔がほころんでいるよ。あ、はい。蜜というのは旅行するのにいい日だから、遠出とかいいかなって思って。旅行だって？蜜ます？まさか、あの丸刈り軍人と行きたいと思ってるんじゃないだろうね、ないだろうね。おやおや、いつからそんな大胆になったんだい？最近やけに親密だしな。ザクロみたく一夜を共にしたくなったか？違うわよ、密奥義密売長、何言ってるの。私はただ。ほらほら、三人ともからかうんじゃないよ。お前たち八百屋に行くって張り切ってなかったか？おっと、そうだった。かぼちゃが大安売りなんだ。早く行かないとなくなっちまうね。まったく慌ただしいね。そういえばススキホタル、港の近くに最近大きな公園ができたのは知ってるか？え？憩いの場として人間用心問わず人気らしいよ。へえ、そんな場所があるんだ。少し遠出になるけど、最近大きな事件もないし、行くなら今のうちだろ。たまにはゆっくりしておいで。串松、今日は蜜なんだろう。ええ。お疲れ様です、利権様。手ぬぐいどうぞ。ああ、いつもすまない。いえ、このくらい。毎朝精が出ますね。あまり事件が起こらなくなったとはいえ、怠るわけにはいかないからな。そういうお考えは素敵だと思います。あの、でも、たまにはゆっくりする時間も必要ですよね。ん？ああ、そうだな。なので、例えば、ですね。ああ、
利権見つけたー。シュシュキホタルもいる。一緒に遊ぼう。さくら、キリ、お手玉しよう。鬼ごっこしよう。ダメ。みんなで一緒に遊ぼう。そうね。やったー。利権も遊ぼう。利権。お手玉と鬼ごっこ、どっちにする？ねー、どうしよっかな。吉野カズラ、午後の予定なんだが。おう。あ、利権様、今度こそ。ああ、ススキホタル。え、あ、どうしたのザクロ、いきなり。ちょっと聞きたいことがあって。何？ねえ、あいつどんな贈り物を喜ぶと思う？どんなものが好みだと思う？え、あいつってあげまきさん、何か差し上げるの？ああ、いや、そのこの間はびっくりさせられなかったからっていうか、あれじゃ私が納得できないっていうか、なんだかんだ言っていつも助けてもらってるっていうか。あ、そう、ご褒美をあげようと思って。ご褒美？そうそう、うん、そうね。それならむしろあげまきさんが鍛錬している時に手ぬぐいを持って行ってあげたら。え？あ、私はできれば何か形に残るものを。ご褒美なんでしょ？うん、あげまきさんならそれだけでも心から喜んでくれると思うけどな。それはそうかもしれないけど。それに私に聞くよりザクロが自分で考えてあげた方が、あげまきさんは喜ぶと思うよ。そうかな。うん、わかった。ありがとう。どういたしまして。それじゃあ行こうか。ああ、あれ、どうかした？ススキホタル。ううん、なんでもない。はあ、なかなか誘えないな。早くしないと。ススキホタル。え、あ、利権様。ん、どうかしたか？あ、いえ、なんでも。すみません、はしたない声を。いや、俺にも茶をもらえるか？はい、ただいま。今度こそちゃんとお誘いしなくちゃ。はい、利権様。すまない。あの、利権様。ん？今日お暇ですか？よろしければ。あら、ススキホタルに利権様、ちょうどいいところにいらっしゃいましたわ。あ、ボンボリーホオズキ、どうしたの？アマリオジュ様がお知り合いからいただいた紅桜堂のお団子をくださったんです。一緒に食べましょう。あ、ありがとう。それじゃあ二人のお茶も入れるね。私たちはお団子を持ってきますわね。はい、利権様、お団子どうぞ。あ、すまない。鈴木ホタルもありがとう。はぁ、うん、やっぱり紅桜堂のお菓子は美味しいでしょうね。ほんと？お二人ともそう思いますでしょ？あ、うん、ほんと美味しいね。あ、そういえば知ってます？今紅桜堂お店を大きくして店内でもお茶とお菓子をいただけるようになったそうですわよ。まあ、それは素敵ですわね。今度巌流様をお誘いして行ってみましょう。名案ですわ。また誘えない。はあ、夕方になっちゃった。今日はもうダメなのかも。ここにいたのか。探した。利権様、先ほど何か言いかけただろう。話があったんじゃないか。あ、それを聞きに来た。あの、
実は今日。ああ、いたいた。ここにいましたのね。これで全員揃いましたわ。あのね、たまにはみんなで出かけないかって話になったの。え？思えば、お花見とかお祭りとか、特別な時しかみんなで出かけていないからね。気分転換も重要な任務です。ですから、みんなでお蕎麦を食べに行きましょう。7人でお夕飯、きっと楽しいですわ。やっぱり今日はダメなの？どうしよう。すまないみんな。え？これから2人で出かける用事がある。利権様？そうだろ。はい。まだ何も言ってないのに、どうして？なら仕方ないですね。それならみんなで出かけるのは今度にしようか。そうね。あのごめんなさい、せっかく誘ってくれたのに。いいのいいの、気にしないで。そうですわよ、鈴木ホタル。むしろそういうお約束をしていたことを先に教えておいてほしいですわ。ねえ、お膳立てしましたのに。そうですわそうですわ。みんなありがとう。楽しんできなさいよ。うん。あの、先ほどはありがとうございました。実は私、利権様とお出かけしたいと思っていたんです。安心した。え？俺も今日お前と出かけたいと思っていた。お前も同じ考えだったと知って嬉しい。利権様、どこに行く？たまには遠出をしてみないかと思っていたんですが、もう遅くなってしまったのでちょっと無理かなと。そうか。それなら俺が決めてもいいか？はい、もちろん。また明日ね。夕暮れ時の公園って素敵ですね。帰っていく子供たちも木々も夕日に照らされてキラキラ光って。こんなところでよかったか？はい、利権様とお散歩できて嬉しいです。そうか。池がありますよ。鯉がいるんでしょうか？ああ、岩の陰に隠れている。かわいい。すすきおたる。はい。お前が遠出をしたかったのは今日が蜜だからか？え？確か潮が満ちるの蜜。ご存知だったんですか？ああ、利権様の言う通りです。蜜は旅行するといい日なので、私どうしても利権様と一緒にお出かけしたくて。同じだな。え？俺もお前を誘おうと思っていた。そうだったんですか？あ、ただまだお前は用心省から遠く離れた場所に、見知らぬ人間がいる場所に行くことを恐れるのではないかと思った。そんなことありません。私、利権様と一緒なら大丈夫です。そうか。あの、利権様。どうした？次の蜜の日にはまた一緒に出かけていただけますか？今度は少し遠いところまで。ああ、今度こそ俺から誘おう。ありがとうございます。寒くはないか？少しだけ、でも平気です。もう少しこちらに寄るといい。肩に触れてくる利権様の大きな手から優しさが伝わってくる。今日はいい日だったな。おっちゃん、かぼちゃをくれ。毎度。ひーの、ふーの、これだけあればいいかね。三つ葉町、あと何が必要だったっけ？串松が果物買ってこいって言ってたな。あ、そっか。しかし何にしようかね。そうだね。何がいいと思う？三つ葉町。ああ、ザクロの実なんてどうだ？みんなでザクロを前にして、ザクロを食べてやろう。なんだよ、そりゃ。
けど。面白そうだね。ああ、それじゃバレバレじゃないか。私はリンゴを押すね。どうしてだい？鈴木ホタルのやつ、いつも丸刈りの前で頬をリンゴみたいに真っ赤に染めるだろ。そうそう、あれはこっちが恥ずかしくなるね。こういうさりげないもんを目の前で食べてニヤニヤするのがいいと思うね。あんたも性格悪いね。さくらんぼが時期じゃないのが残念だ。さくらんぼ？なんでだい？さくらんぼは全部双子じゃないか。ぼんぼりとほおずきみたいに。だからザクロ、リンゴ、さくらんぼで汎用4人が揃うよ。全部果物で例えられる。こりゃ愉快。愉快愉快。こうなるとチームの人間さんたちも揃えたくなるね。いいねいいね、揃えてみようじゃないか。けどあいつら果物って感じか。いや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 、果物っていうより野菜だね。そうだね、野菜だね。ほれ、かいわれ大根。かいわれ大根？誰だ？チビの軍人さ。その心は？背伸びをしてても身が小さい。いいね、ぴったりじゃないか。よし、あと二人。丸刈りの軍人探そう。丸刈りの軍人。丸刈りはね、あ、お、あ、どうやら意見が一致したようだね。おう、丸刈りはごぼう。ごぼうだ。ごぼうしかないね。長くて固むず。よし、いい調子。あとはパツキンの軍人だけだね。パツキンね、なかなか難問さんね。パッとは浮かんでこないな。さすがにパツキン色の野菜はないしね。無駄にバラを咲かせる野菜なんてないしね。あ、わかった。お、なんだい。これもう今の季節はないけどね、ナス。ナスときたか。包丁入れにくいから硬いと思いきや全体的に柔らかい。王子様と思いきやヘタレって流れかい。そうだ。なかなかいい答えじゃないか。あ、そういや、思い出してみるとヘタの部分がパツキンの髪型に似てるね。決まりだね。これで全部揃ったよ。愉快すぎて食事の支度がさらに楽しくなるね。ザクロたちが聞いたら怒るさね。いいじゃないか、みんな食べたら美味しいもんなんだから。褒めてるようなもんだって。それもそうだ。お茶、ザクロとリンゴとごぼうとかいわれ大根をくれ。はいよ。僕はナスか。手伝おうと思って来てみればその必要なかったみたいね。人がいないところで何話してんだか。まったく、もうほっといて帰るわよ。ちょっとしっかりしてよ。どうせ僕なんてヘタレだし、あとヘタレだし、あとヘタレだし。でもナスなんてひどすぎる。確かにナスだわ。ここが紅桜堂ですのね。素敵ですわ。さあ、今日は僕のおごりですから、お好きなものを選んでくださいね。ぼんぼりさん、ほおずきさん。ありがとうございます、巌流様。本当にいいんですの？もちろんです。これはクリスマスの贈り物に浴衣をもらったお礼なんですから。巌流様とご一緒したかったんですの。ここに。お菓子も美味しいんですけど、あんみつも美味しいんだそうです。食べるときは絶対巌流様と一緒に来るって二人で決めてましたのね。席ここでいいですか？はい、早速注文いたしましょう。やっぱりあんみつにいたします、巌流様。他にもいろいろございますわよ。ほら、こちらがお品書きです。そうですね。あら、ん、どうしました、ぼんぼりさん。僕の顔に何か？巌流様、少しお顔が赤くなってませんこと？え？ぼんぼりが顔を近づけすぎなんじゃございません？そうでしたら嬉しいですけれど、それとはちょっと違うような。もしかして巌流様、お熱があるんじゃありません？まあ、大変ですわ。そんなことないです、大丈夫です。寒い外から暖かい店内に入ったからでしょう。そうですの？ご無理されてるんじゃ。違いますよ。さあ、早く注文しましょう。僕もおすすめのあんみつにします。お二人もそうですよね？ええ、そう
ですわね。それじゃあ注文いたしましょうか。すみません。さすがにお二人とも鋭いな。確かにちょっと熱っぽいけど、これくらい大丈夫。気合で直してみせる。前々からの約束を破るわけには。まあ、噂通り美味しいですわ、このあんみつ。このあんと蜜の程よい甘さにとろけてしまいそうですわ。そうですね。巌流様と一緒ですから、また格別に美味しいですわ。その通りですわね。何言ってるんですか。まあ、照れてらっしゃいますわ。可愛らしい。もう。お二人とも喜んでる。よかった。あれ。巌流様？しまった。ほっとしたら急にめまいが。巌流様！大丈夫ですか？しっかり。すみません、ちょっと転んじゃって。何をおっしゃってますの。やっぱりお熱がありますわ。今すぐ用心症に戻りましょう。大丈夫、大丈夫です。だってまだ来たばかり。巌流様のお体の方が大切ですわ。そうですわ。さ、巌流様立てますか。はい。私に捕まってくださいまし。私にも。行きますわよ、ほおずき。すみません、お二人とも。大変ですわ。ああ、おかえり。早かったのね。巌流さん、どうしたの。お熱がありますの。お店で倒れてしまいましたの。大変。お部屋にお連れしますわ。巌流様、もう少しで横になれますわよ。大丈夫？手伝おうか。大丈夫ですわ、すすきほたる。そう？巌流様のお世話は私たちがいたしますから。さあさ、巌流様、お部屋に着きましたわよ。お着替えいたしましょうね。ちょっと何するんですか。何って、お着替えのお手伝いをしようかと。自分でできますから。そんなフラフラな状態では無理ですわ。私にお任せください。ほら、それに今日の寝巻きは私たちがお送りした浴衣ですし。送り主に着替えさせてもらう浴衣なんて聞いたことありません。細かいことはお気になさらず。細かくありません。自分で着替えるったら着替えるんです。お願いですから、浴衣だけ置いて部屋から出てください。もうもう、ほおずき、巌流様が余計具合悪くなってますわ。だって大丈夫ですか、巌流様。はい、お薬を串松からもらってきましたわ。ありがとうございます、ぼんぼりさん。はい、ピトーン。やっぱりお熱が高いですわね。熱を測るのにおでこくっつけないでください。あら、この方が自分の熱との違いが分かっていいと思いません。ああ、なるほど。そうじゃなくて。ああ、ずるいですわ、ぼんぼり。それじゃあ私は、はい、巌流様、お口開けてください。何ですかそれは。何って、お薬ですわ。だから、なんで薬包紙開いて僕の口元に持ってきてるんですか。私が飲ませて差し上げますわ。はい、あー、私はお水を口に運んで差し上げますわ。さあ、準備万端ですから、早く。できません。あら、もしかしてお薬苦手なんですの。ダメですわよ、飲まないと良くなりませんわ。そうじゃなくて、自分で飲みます。こういう時は甘えてほしいですわ。そうですわ、そうですわ。病人だからって何でもかんでも頼るわけにはいきません。しかもご婦人に。そうですか。そうです。残念ですわ。今日はもうずっと二人で巌流様の看病をしようと決めましたのに。シューン。シューン。わかりました。でも着替えと薬以外でお願いします。巌流様、お二人に移るといけませんから離れててください。申し訳ないですが、よろしくお願いします。はーい、お任せください。
はい、巌流様、濡れ手ぬぐい。ありがとうございます。寒くはございませんか？もっと掛け布団増やします？いえ、今のままで十分暖かいですよ。よかったですわ。巌流様、寝ているだけでは退屈じゃございません？ご本でもお読みしましょうか？それともお歌でも歌いましょうか？まだ横になったばかりだから大丈夫ですよ。ひとまず少し眠ろうと思います。そうですか。起きたら退屈しそうですから、その時はお願いします。わかりましたわ。それでは巌流様、ゆっくりお休みになってください。はい、ありがとうございます。おやすみなさい、巌流様。そんなに食べられません。びっくりした。夢か。変な夢見た。熱のせいかな。まだ下がらないのか。手ぬぐい？冷たくて気持ちいいな。ぼんぼりさんとほおずきさんが椅子に座ったまま寝てる。もしかしてずっと付き添ってくれてたんだろうか。いけない、寝てしまいましたわ。そろそろ巌流様の手ぬぐい変えなくちゃ。確か次は私の番でしたわよね。ええ、お願いしますわ。順番でこまめに変えてくれてたんだ。だからまだ冷たいんだ。おお、巌流様、お目覚めになられました？具合いかがです？ええ、なんとか。あの、お二人とも。はい、何かしてほしいことがございます？いえ、そのずっとそばにいてくれたんですか？ええ、ありがとうございます。いえいえ。そうだ、巌流様、お腹空いてません？お粥をご用意いたしましたけど食べられます？はい、いただきます。二人で作りましたのよ。お米は私が研いで、私がグツグツ煮て、私が添え物のお味噌などを作って、私がここまでお持ちしましたの。なんでそんな交互に？二人で一緒に調理をすると、その間巌流様が一人になってしまうでしょ。ですから私たち順番に巌流様のおそばにおりましたの。そこまで。すみません。え、どうして謝るんですの？まさかここまで付きっきりで看病してくれるとは思っていませんでした。何より贈り物のお礼も中途半端になってしまったし。お気になさらないでくださいな。そうですわ。でも巌流様、私たちこうやって巌流様に何かすることが嬉しいんですのよ。そうですわ。もちろんあんみつは残念でしたけれど、またいつでも行けますものね。私たちはずっと巌流様のそばにおりますから。ですからまた行けるって思うだけで幸せですの。巌流様と一緒にいるだけで幸せですの。お二人とも。さあ、おかゆ召し上がってくださいな。いっぱい食べてゆっくり寝て、早く元気になってくださいまし。はい、僕も幸せですよ。ん？僕もお二人と一緒にいるだけで幸せですよ。まあ、はあ、嬉しいですわ、巌流様。うわ、飛びつかないでください、映っちゃいますって。ほら、お二人とも早く早く。待ってください、巌流様。お体はもう大丈夫なんですの？はい、もうピンピンしてます。ですから今日は早速仕切り直しです。
急いで紅桜堂に行きましょう。紅桜堂は逃げませんわよ。でも巌流様が元気になってよかったですわ。ええ、とっても嬉しいですわ。お二人のおかげですよ。だから今日はその分もお礼させてもらいますからね。ありがとうございます、巌流様。もうまた場所をわきまえずにしがみついてきて。だって巌流様の左腕は私の定位置ですもの。右腕は私の定位置ですわ。誰が決めたんですか？私たちですわ。もう今日だけですからね。ありがとうございます。それでは参りましょう。参りましょう、参りましょう。はい、行きましょう、一緒に。なるほど、なるほど。どうやら少尉たちは今でも奮闘しているようですな。だろう、揚げ巻き少将。いや、しかし素晴らしい。女子のご婦人も一緒になって成果を出しているとは。史上初の対要人組織というだけでなく、ご婦人の社会進出まで実現させている。うん、まさに西洋に誇れる組織と言えますでしょうな、中将閣下。素直に息子がうまくやっていることが嬉しいと言って構わないのだよ。そんな許可を出してよろしいのですか？無論、君のご子息は私の部下でもある。褒めようとする心をなぜ咎める必要がある？さすが中将閣下。やっぱり我が愚息は素晴らしいでしょう。なんてったって私と家内の血が流れておりますからな。親バカだな、揚げ巻き少将は。それほどでもあります。よし、久々に会ったことだし、どうだね、いっぱい。はっ、お供いたします。そうだ、久々に20年前のことでも語り合わないかね。いいですな、我々の武勇伝を思い返すのもまた怪しい。今夜は寝かせないぞ。望むところです。さてさて、いよいよお別れのお時間となりました。乙女妖怪桜ドラマ CD、 お楽しみいただけましたでしょうか。最後は用心賞一同にて皆様にご挨拶させていただきたいと思います。頬を濡らすは別れの涙か、芽吹きの露か、共に美しき雫なれど、娘の頬紅には新しき門出の露が似合う。別れを言うはこのひとときのみ。この先も共に笑顔の花を咲かせましょう。ご清聴誠にありがとうございます。